軍人の頭は鉄かジュラルミンでできてるのよ。返事をしてください。平次、あなたとも今はつながっています。みんな地球を頼むぞ。ロリウェイ、私たちも一緒に行きます、うん、アーサもシモーヌも一緒に行きましょう。少佐、さようなら赤い星。生き延びるため、地球へ帰るため、そして何より地球に迫る危機を知らせるために、私たちはみんなで決断したのです。もうアームを上げても大丈夫だ。地球へ向かう軌道に乗りました。アーサ、デビッド、 SPT から出てきていいぞ。よし、わかった。一刻も早く友軍とコンタクトが取りたい。現在地をキャッチしよう。やっています。少佐、 USA 宇宙軍の艦隊と本当にこの軌道上で遭遇するんですか？そのはずだ。しかしレーダーには何も。向こうが何かの理由で軌道変更したということも。無駄な推測はするな。U 軍のコードは RQ104、 確認でき次第コンタクトできるようにしておけ。やっています。あれ、このシャトルは人工重力が効いてるのか。おい、エイジ、どうだ調子は。何か手伝うことない？いや、大丈夫です。あとはコンピューターの算出を待てばいいんですね。おい、ロアンとか言ったな。ここは君に任す。呼びかけがあったらすぐ知らせろ。来い。彼をどうするんです？敵の情報を聞くだけだ。どんな戦いがあったか知らんが、こいつは敵だ。それを忘れるな。分かったな。第4惑星の重力圏脱出完了。第3惑星へ向けて軌道修正。追跡中のシャトルの現在地を確認しました。追いつけるか。待ってください。シャトルの進路軌道上に接近してきている艦隊があります。何隻だ？3隻を確認。グレスコ閣下から報告のあった地球の艦隊だな。距離は2コンマ02、フォトソセック。このままでいくとシャトルに追いつく前に艦隊と遭遇してしまいます。時間は32プラスマイナスコンマ30です。よし、接近遭遇次第そっちを先に叩く。戦闘準備をさせておけ。地球に向かっている艦隊の規模および機動兵器の保有数は。僕は地球の危機を知らせに来たんです。グラドスの戦力を知らせに来たんじゃない。聞かれたことだけに答えろ。彼はスパイじゃないわ。あなたに聞いているんではない。 USA 宇宙軍の現在地が出ました。え、レーダーにも出ました。よし、少佐の言った通り同じ軌道上です。これでいいのか？それで話せると思います。こちら USA 宇宙軍に所属、輸送艦アストロホーク2艦長、カークス・ダニー少佐。認識ナンバー2010493、応答願います。こちら USA 宇宙軍、カークス・ダニー少佐、応答願います。よく聞こえます。こちらボンディック、どうぞ。艦長と直接話がしたい。緊急事態です。お願いします。わかりました。メロ大佐と変わります。そのままでお待ちください。僕たち助かるんですね。メロだが。大佐、我々を収容し進路を変更してください。随分とまたやぶからぼうな話だな。つまり君は火星へ行くなと。極めて危険です。言っていることがよくわからん。どういう意味だね。我が軍の基地もソ連軍の基地もともに全滅しております。自分の目で確認してきました。ともにだと、バカな。異星人の干渉を受けて共倒れにあったんです。今何と言った？信じがたいでしょうが、
異星人の干渉を受けたというのは事実です。気は確かかね。彼らの機動兵器は恐るべきもんです。大佐、このまま火星に向かうことは無謀です。少佐、せっかくだが進路を変更するわけにはいかん。え、我々の任務は更新の途絶えた火星基地の原因調査を急ぐこと。君らの輸送部隊とは違うんだ。大佐、信じてください。異星人が侵攻してきていることは事実です。現に私は民間人と共に異星人のシャトルで火星を脱出してきたんです。更新はこれまでとしよう。まさかとは思うが、君がソ連軍の謀略に加担していないとは言い切れんのでね。スパイだとおっしゃるんですか、大佐。残念ながら我々にはそれを確認している時間は与えられておらんのでね。信じてくれないんですか。本部には一応報告しておく。大佐、お願いです。司令部からの正式な命令以外は予定の変更はできん。以上。大佐、大佐、切れました。なぜです。コンタクトを取ったのはあなたの所属しているアメリカ軍でしょう。なぜ信じてもらえないんです。僕たちはどうなるんだ。停戦の気配は全くありません。このままでいくと間もなくこのシャトルとすれ違います。座標2438に敵の巡洋艦タイプ3艦を確認。現状進路で08コンマ20プラスマイナスコンマ05に接近遭遇。よし、戦闘準備。クライムカイザルを用意しろ。私も出る。はっ。何をする気だ。更新音を傍受できるかもしれません。赤ランプがつくように調節してくれ。4700あたりだ。わかった。ボリュームを上げろ。識別不能です。相手側に進路変更を呼びかけますか。状況がまるでわからん。やり過ごせ。さっきの大佐の声だ。大佐、メロー大佐、応答してください。なんであれは。新兵器か。呼気発進してきました。大佐、さっきの更新にあった。バカな、異星人の機動兵器だというのか。接近してきます。念のため戦闘配置につかせろ。大佐、戦いは不利です。退却してください。助けてあげて。無理だよ。このシャトルには引き返すだけのエネルギーは残っていないんだ。レーダーから消えました。三艦ともみんなやられちまったんだ。急がないと。今度はこっちが。どいてください。馬鹿げてるわ。ちょっとでも信じてくれていれば無駄な犠牲者を出さなくても済んだのに。私たちとは違うのよ。軍人の頭は鉄かジュラルミンでできてるのよ。今あった戦いは我が軍がキャッチしているはず。心配はいらん。調べに来る部隊と必ず遭遇する。しなかったら。黙って私に従っていろ。作戦完了。シャトルを。了解。ダメだ。地球の船なんかどこにもない。諦めてはダメだ。一方的に呼びかけろ。どっかでキャッチしてくれるかも。無駄ですよ。レーダーには何一つ映っていないんだから。大丈夫、大丈夫よ。ここまで生き延びてきたんですもの。 USA 宇宙軍、応答してくれ。 USA 宇宙軍。無理ですよ。もうダメだ。すぐ追いつかれるよ。バメくな。 USA 宇宙軍、応答願います。 USA 宇宙軍。はあ、なんで僕たちばかりこんな目に。 USA 宇宙軍、応答願います。レーダーが何か捉えました。何？方向からして奴らじゃない。こちら USA 宇宙軍、カークス・ダニー少佐、応答願います。東方の現在地は2438-2614。救助願います。応答してください。救助願います。
なぜ落としてこないんだ。レーダーが捕捉している推定位置は比較的近くです。エイジ、コールコード間違えてないか？間違えてない。あ、ソ連の軍艦じゃないのか？え、そうだ、そうに決まってる。だからいくらコールしても。確かにそれなら説明がつく。ソ連軍の通信コードは分かりませんか？コードをいろいろと変えてやってみろ。ソ連軍ならもうとっくに傍受しているさ。それが仕事で奴らも来ているんだ。だったら続けてください。救助の要請を続けてください。少佐、この際西も東もないはず。私が代わります。いや、私がやる。こうなったらソ連軍でもやむを得ん。こちら USA 宇宙軍カークス・ダニー少佐。国際宇宙救助法に基づいて重ねて救助を要請する。これからの私の話を信じるか信じないかは機関の判断に委ねる。それ以上火星に向かって進むことは機関にとっても極めて危険である。火星は異星人の干渉を受け、我が軍の基地だけでなくあなた方ソ連軍の基地も全滅。我々は異星人から脱出したシャトルで脱出してきた。その私の警告を無視した同胞の艦隊は異星人の攻撃を受けて壊滅した。異星人の存在は事実である。現に私の乗るシャトルにグラドス人と名乗る捕虜が1名乗っている。重ねて救助を要請する。応答してください。応答してください。聞こえているはずだ。応答してください。また同じ結果だ。軍人なんてみんな同じなんだ。国際宇宙救助法はどうなってるんですか。ソ連とアメリカが中心になって作った国際法でしょう。少し静かにしていてくれ。重ねて警告する。停戦されるか進路変更を熟慮されたし、異星人は地球侵略を画策し火星を制圧下に置いた。詳しいことは救助された上でお伝えする。機関艦長の勇気ある判断に期待する。彼らのシャトル後方より未確認の船が接近してきます。大佐、分からん。よし、返答されたし、せめて民間人だけでも救助を。こちら USSR 宇宙第二艦隊、機関の受け入れを許可します。ドッキング方法を指示します。お願いします。機関は現状のスピード及びコースを3446、3548の座標まで現状維持し、以後は我々の誘導指示に従われたし。やったー、助かったぜ。助かったのよ、アンナ。やったー、地球に帰れるぞ。やったやった、帰れるんだ。地球に帰れるぞ、ヤッホー。やったー。少佐、エイジを彼らに引き渡すんですか。え、そういうことになるだろう。え、軍隊とはそういうものだ。ソ連軍の捕虜にされるということか。そうだ。何のために、彼が何をしたって言うんです。捕虜だなんてあんまりだ。みんな心配してくれなくていい。僕が来たのは地球に迫っている危機を知らせるためにだ。それが叶うならどこの捕虜だっていいさ。艦長のチフレンコだ。カークス・ダニー少佐です。艦長のご油断に感謝いたします。いや、当然のことだ。ところであなたの言っていた異星人というのは。彼です。まさか。待ってくれ、エイジをどうするんだ。何する気。少佐、行くな。エイジ、ダニー少佐を呼んでください。今艦長と話し中だ。エイジ、やめて。エイジ、エイジ。話は大体わかりました。これが事実なら由々しきこと。よく知らせてくれました。地球そのものの危機ですからね。この事実をいち早く地球に知らせ対応策を立てるべきです。はい。何？
国籍不明の機動部隊が接近中。奴らだ。何か分かったか。機種の確認ができません。距離600、日本軍に接近遭遇。間違いない、奴らです。大佐、全員戦闘配置につかせろ。はっ。戦闘は避けるべきです。そして一刻も早くあの若者を。我が軍の戦力を見くびってもらっては困るな。それにあの若者の身柄は我が方で拘束する。大佐、これは地球の問題、一国の利益の問題ではありません。誰か少佐を安全なところへ案内したまえ。どうぞこちらへ。大佐、考え直してください。捕虜の指図は受けん。捕虜。大佐、かなう相手ではありません。彼を地球へ。第三フォーメーションを取れ。迎撃部隊を出撃させろ。アシとデルローは右の艦を潰せ。カルラとクイーンは左の艦だ。了解。了解。よし、行くぞ。ああ、奴らに追いつかれたんだ。大丈夫かな。エイジは？わかりませんよ。どこにいるかさえ。デビッド、どこ行くの。エイジを探しに行く。待ちなさい。しかしこのままじゃ。行くんならみんな一緒よ。行きましょう。待ってくれ。このままではみんなやられてしまう。地球へ知らせに行かなければならないんだ。エイジー、エイジーどこだ。返事をしてください。エイジー。少佐、今出してやる。下がっていろ。ここを出る。地球へ行くんだ。少佐、笑い話にもならん。同じ地球人同士の方が話が通じんのだからな。正直言って私にはまだ信じられんよ、君とあの地球の子供たちとのつながりが。急ごう。少佐、あなたとも今はつながっています。うん。エイジよ、武器を捨てその身を投げ出してくれ。まだ間に合うかもしれん。ここに来てないとなると、やはりどこかに監禁されているんですね。私が探してくるわ。みんなここにいて。俺も行きます。少佐。エイジ、みんなハッチ、シャトルに乗るんだ。エイジ、この間はもうダメだ。急いで。少佐。ドクターエリザベス、急いで。早くハッチを上げたら続く。どれだ、ハッチの開閉スイッチはどれだ。少佐、早くしたい。
今ハッチを開けてやる。どうやって降りろって言うんですか。飛び降りるんですよ。え、お、さあ早く。ほら、おぎゃ、お、何すんだ、ひどいよ。やった、やった。さあ早く。誰が開けた。ハッチを閉めろ。捕虜だ。捕虜が逃げたぞ。少佐、少佐、行け。俺に構わず行け。みんな地球を頼むぞ。少佐、少佐、行きましょう。全機退避せよ。残存エネルギーコンマ06ギガガイザー、バルティとベーブルのエネルギーを使え。レディ、パワー全開。爆発するソ連の船からかろうじて逃れることができた私たちでしたが、自分を犠牲にしてまで私たちを脱出させてくれたダニー少佐のことを思うと、ただ祈らずにはいられませんでした。承知したんだ。デビッド、俺たちはもうすぐ地球が見える距離にいるんだぞ。お前が戦わないんだ、俺がやる。